玉まきひろしは日本、アメリカの俳優、モデル。カリフォルニア州ロサンゼルス出身、沖縄県育ち。所属事務所はバッチエンターテインメント、エネルギータレントマネージメント。特技はスクーバダイビング。妹は漫画家の瀬川たまアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスで幼少期を過ごし、6歳で沖縄移住した帰国子女である。 4人兄弟の次男。出身高校は沖縄県立那覇国際高等学校。高校時代はサッカー部所属。出身大学は中央大学小学部。日本での俳優修行時代はバーテンダー等の数々のアルバイトを経験しつつ、ビジネス書等の本を片っ端から読んでいた。持ち前の明るさと高身長というルックスで舞台などの俳優業。 テレビ出演やモデル業をこなす。2015年、一年発起し、ハリウッドへ移住。アメリカで本格的な演技を学びながら俳優活動を開始した。2017年、テラスハウスに出演。米国籍を所持していたことが応募のきっかけとなった。沖縄育ちや、兄弟の王さゆえ、社交的で人懐っこく明るい性格。やや濃い目の顔立ちからわかるように、 沖縄系の準日本人である。幼少期をアメリカで過ごした帰国子女だが、渡米するまではほとんど英語が話せなかった。学生時代から海外に興味があり、中央大学時代は仲間と共に世界一周の旅を経験。大学卒業後は、深度に悩み、今しかできないこと、やりたいことは何かと考えた結果、俳優を志した。その後、 人に生きる意味を与えられる俳優になるを目標に、飛べ、数々のオーディションにチャレンジしている。テラスハウス出演時には、俳優修行やアルバイトばかりで恋愛ができなかった、過去から死ぬほどの恋がしたいと語った。テラスハウスに出るなら、叩かれるのは当たり前、それを覚悟していくのが当たり前との意気込みを持って、出演を決めたが、後に想像を絶する誹謗中傷を受けることとなった。 番組中ではギルティー侍のあだ名で呼ばれる。同じテラスハウスに出演していた福山里志歌手と婚約していたが2019年8月2日に双方の SNS を通じて婚約解消したことを公表した。ありがとうございます。